笹島明夫です。笹島明夫の無料ジャズギター講座、今日は楽器持ってないんですけども、最近割と多いコメントでですね、まあ分かりやすかったということ、レッスンの中ではですね、そういうのもありました。ありがとうございます。で、あと、まあ、今まで伸び悩んでたんだけどまた始めたいとか、若い時にやったけど挫折したけどまたギターを取り上げてジャズギターに挑戦してみたいとか、そういうコメントがあって嬉しいんですけれども、まあこのサイトで来て、特に初心者の方、またはそうやって伸び悩んでる方に今日は、メッセージを送りたいと思いますが、ジャズギターの基本、またはジャズの基本ですね、誰にでもできます。でもジャズって難しい。僕が言ってるのはジャズの大基本の部分です。誰にでもできる、ね、本当なんだろうか。皆さん日本語喋れますか？僕の言ってること理解できるでしょ？喋ってんの。時々変な言葉出てくるけど、僕アメリカ37年ですからね。それでもまあ一応混ざらない方ではあるんですけど、なんか沢島さんの日本語変だなっていう時々言われたりするんですけど、まあそれはいいとしてて、ね、日本語で喧嘩できますか？なんでこれを言うかというと、これみんな気がついてないことなんですが、ね、もちろんなんて言ったらもうネイティブで小さい時からこう育ってるから考えたこともないことで、よく言うんですけど、外国人たち、日本人が日本語っていうのはアクセントがあんまりないっていうようなことを言うね。それは嘘っていうか、もう僕外国人とかアメリカ人にもね、いろいろ聞いてます。日本語ってなんかすごいリズムだよねとか、ものすごい速いなっていうか、まあ英語もちろん Oh no とか、そう、I just don't understand とか、うるるるるるってあるかもしれない。でも日本語だって聞けば、例えばね、口論がありまして、ダメだよこんな、言ったじゃないか俺、だからさ、困るの、お前がさ、どうしたの？だから、もうやることちゃんと言われてたら困るんだよ。いや、ちゃんと約束って守ってないって、ダメなんだな。なんか今中国みたいになった。そのリズムを楽譜に書こうと思ったら大変なもんですよ。複雑で、チャラ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 チャね、恋して最初のデートの食事に彼女を誘って、まあ、また女性の方だったら彼氏を誘って、その時の会話だったら一生懸命言葉を選んでねやるかもしれないけど、普段喋ってることは全く考えないわけですね。それはだからどうしてかっていうのは、小さい時から習ってるから。はい、そのずっと小さい時の話しましょう。じゃあ最初どうやって習います？学校行かないでしょ。学校行くのだから、まあ最近幼稚園早いですけど、小学校行ってから作文とかやるわけじゃない。っていうのはそこから理論が始まってるけど、その前は何で？周りを聞いて覚えて、2歳ぐらい、2歳半、もう3歳になったらもうバンバン喋る。いつも言いますけど、これも前言ったかもしれないけど、関西の子供は関西弁飽きまへんでほんまって言うでしょ。でも僕が言ったら関西の人は、ああ、あれはね、あの人は関西人じゃないよ。僕は北海道ですからね。どうしてわかる？彼らがネイティブだからですよ。ネイティブでだから、そのニュアンスがちゃんとはっきりわかる。だから僕は北海道弁はそんなにきつくないですけど、時々、あ、沢島さんの時々出てくる北海道弁が懐かしいなんて言われたりする。別のアクセントがあるわけね。っていうことは、リズム音痴はありえないんですよ。ちゃんと喋れれば日本語。
それぞれの、ね、言葉にリズムがあるでしょ。みんな覚えてるわけ。学校行かなくたって中国の3歳の子供はふんじゃん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 、イタリアの子供、子供ってかイタリア語だったらイルコントポルファボーレタタタンタタタタタンタ、韓国語だったらタンタンタカ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 タ、ニュースなんか聞くとふんタカタカタカすると趣味だなんて、まあ、そういうふうに聞こえてきたり、それぞれのリズムがある。日本語にもたっぷりリズムがあるんです。ですからなんでじゃあそのジャズのその大基礎である、僕はいつも言うんですけど、大基礎でも1はリズムです、ね、とにかくリズム、2はリズムです、3はリズムですって言うんですよ、強調して。で他のことがいくらできても、いくら文法が分かっていくら読めても、会話がちゃんとできてないと、ね、その場でリハーサルなしで台本なしでパンと喋ってくださいって皆さんやってるわけでしょ。それは普段は相手によって言葉をパッと変えたりとかね、ジジー・ガレスピーという有名な人が書いてる本にももちろんテクニックだ和音の知識とかね、そういう曲のレパートリーとか必要だけど、これがなかったらその全部他の努力が全部おしまいですと言ってます。で今まで歴史に残ってるギタリスト、まあ、ギタリストに限りませんけども、ジャズギタリストに限って言えばケニー・バレル、まだ健在ですけど、でこの間お亡くなりになったジム・ホール、バーニー・ケッセルとかジョー・パスとかね、まあ、この 4人の方には僕は会って話をすることができたし、ですけども、まあ、あとウェス・モンゴメリーはもう1968年ぐらいにお亡くなりになりましたから、もうもちろんライブも見れてませんけど、最近は YouTube で見れますがね、みんな覚え方は理論の前にそういう小さい単語、小さいフレーズを子供が言葉を覚えるように覚えてから入ってる。その後に学校、まあ、ジム・ホールなんて音楽院、クリーブランドかな、音楽院とか、ケニー・バレルもミシガン州の大学行ってクラシックギター勉強したり、理論も勉強した、高校の時から理論も勉強したっていうことは言ってましたけど、その前は周りで聞いて、ね、まあ、そういう環境があったわけですよ。だから今そのそういう環境がない、ね、日本ではそうではないでしょ。じゃあだけどそこをですね、まあ、周りにミュージシャンがいる環境は無理かもしれないですけども、でもそこをツボを押さえて練習すれば絶対誰にでもできることなんだ。教えてる人がいなかった、みんな理論から入る、ほとんど 99% もう 100% 近いかな、理論から入るか、またはいきなり難しいことを、はい弾いてみてくださいってこうなっちゃう。一音でやってみなさいってのはないでしょう、ね、ですからそこが、だ僕なんかよく最初のレッスンは一音でスイングできるか、スケールなんかどうでもいいと言いますよ。その最終的にスケールも理論も必要になってくる、 99% の人には必要でしょう、ね、ですがその前、子供が子供、これ繰り返しますけど、子供が子供を覚えるじゃない、子供が言葉を覚えるように、最初は一言、最初はリズムですよ、発音になってないんだから、あらあ、ダダっつった、パパって言った、ママって言った、騒ぐじゃない。で、まず覚えるの何？まあママか、ね、ママ。次何覚えて？やだ。やだ、ね。食べたくない。食べたい、それ食べたい、アイスクリーム食べたい、今アイスクリーム食べたい、だんだん言葉が増えてくる。で、でもその、やだ、食べたい、好き。それを徹底的に何回も繰り返してるから、もうそれはもう考えなくても出てくるわけですよ。でそれをくっつけるわけ。ジャズのフレーズもそうなんですよ、最初は。で例えば「テレテレテレプツーテレ」って言って、おスイングしてるな、テレテレテプツーパンパッペレテプツーティア、この中に例えばこれがブルースのスケール、まあ、ブルーススケールじゃなくても、その例えばいわゆるミクソリディアンとかね、音が7つあるわけですね。そのほとんどが入ってるわけでもすでに。でもスケールから練習してフレーズはできないんですよ。フレーズから並行してやって、そのスケールの要するにメカニカルの練習は、その楽器と体を、ね、楽器考えなくても弾けるようになるための近道だし、もちろんそのコードを見てその弾けなきゃいけないけど、でも結局はフレーズなんですね、うん、
で、とにかく最初はそれです。フレーズ感覚を覚える。喋り方を覚える。で、ネイティブになるってこと。誰でもできる。僕、高校の英語の先生が言ったけど、英語なんて簡単だよ。イギリスの古事記でも喋ってるじゃないか、とか言って。確かに。ね、でも、その環境を作った人がいないというか、そうやって教える人がいない。僕の、まあ、ちょっと遅れてますが、4月からの予定ですけど、12月騒いだんだけど、最初の20種類のレッスンの大基本の中でスケールの話が出るのは1回だけ。だってリズムの話と、でもそれでも十分ちゃんと弾けるようになるんですよ。そこが僕は入り口だと思ってるんですね。だから誰でもできる。リズム音痴はいません。皆さん誰でも本物になれます。Nothing if you ain't got the swing. スイングすれば楽しい。どうせなら本物、それも最初からです。